はい、皆さんこんにちは、田野さんです。私はですね、今ミニ村ファームっていうんですか、チャチュンサオ県のね、なんかミニ動物園みたいなところに、まあレストランと併設されてるんですけど、ミニ動物園みたいなところをね、見つけましたんで、ちょっと寄ってみてます。ちょっとざっと見たんですけど、小さいね、動物園というか、なんかこういうね、動物園とレストラン夢として開いてみたかったっていう、なんかそんなオーナーさんがなんかこう手作りで作ったような、そんな動物園になります。ちょっとねぐるっと回れるんで、このまんまノーカットで一周したいと思います。場所によっては閉まっちゃってるんですか、なんかこれは、あ、違うのか。ここちょっと見れませんけどね、入り口の方でね、動物がいて、あ、こっちいるわ。あ、なんか花ですね。まあ動物園とこういうガーデンと、なんかなんつうんだ、レストランをちょっと一緒に、ね、やってみたかったみたいな、そんな感じなんじゃないですかね。はい、本当にね、これ動画ご覧いただいている通り簡単に、一周できます。で、ちょっとね、これから動物出てきますんで、まあ、こちら牛ですね。まあ、あんまりまあ珍しいもんじゃないですけど、干し草、あ、こっち干し草ないね。餌を買えばね、あげられるみたいですね。小さい動物園ですね。はい、こちらに、まあ、ウサギがいますね。こんないっぱい、ね、集まってきますね。こうみんな寄ってきますね。中にはね、興味ないのもいますけど、はい、まあこんなところですね。まあ、やっぱり人懐っこいですね。寄ってきますね。さすがに、まあ、やっぱり、ね、人に慣れてますからね。
あれ檻からはみ出しちゃってんのいるいいのかな。これはみ出しちゃってんのいいのかな。人に慣れてます、ね、私一人しかいないんでね、みんなこっち見てますねまあこんな感じですね。あとこっち豚いるんですけど、てか本当にこの子いいのかな。お前大丈夫かお前大丈夫か多分あそこ抜き出しちゃったんでしょうね、隙間大きいんで。バイバイなんだか。あ、大丈夫だそうです。こっちが豚ですね。はい、こんな感じでね、一周しましたけども、まあこんなところです。でこちらにレストランがあってね、私まあちょっとせっかくただじゃあれなんで、ね、こういういちごのストロベリーのスムージー頼みましたけども。まあ、これ食べながら回りました。まあチャチュンサオ県でね、ちょっと地方なんでなかなかね、来づらいかもしれませんけれども、ぜひね、興味ある方はお越しいただい、来てみてはいかがでしょうか。はい、じゃあこの辺でね、動画あってまだ7分か。まあじゃあぐるっと、いやいや、もう一回じゃあウサギの方でも行って終わりにしますか。ここは餌買えば餌あげられるし、なんかなんだっけ、お金払えばなんかなんだっけ、抱っこしたりできるみたいですね。ちょっとね、よくわかんないんですけど、なんかそんな看板がありました。まあ興味ある方はね、ぜひググってみてください。まあ出てくると思いますんで、はい、私近づくとね、やっぱりこう寄ってきますね、こうやって。はい、じゃあウサギでね、動画切りたいと思います。ああ水だ。はい、じゃあね、ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。もうちょっと子供、はい、こんな感じです。はい、じゃあ失礼します。